ボンジョルノ、あっちゃんです。今日は2月の26日月曜日。もうね、2月もあと4日、3日3日、4日ってとこやね。でもね、ちょっとね、ほんのりあったかいかな、今日はね。昨日とつい寒かってね、雨も降っててね、今日はちょっと雨止んでんねんけど、あのストーブ入れてね、ストーブも入れへんだったな。あったかくはないね、肌寒いねんけど、もうでも我慢できんほどじゃないから、もういいか、とりあえずちょっと入れやんとこうと思ってね、ストーブ止めてるけどね。灯油高いからね、節約者な。ではちょっと、146-81-68、ね、46-81-68 ね。お買い物しに行こうかな、どうしようかな、ね、迷ってんねんけどね、明日でもいいねんけどな、まあ今日か明日、お買い物しようかなと思って、で、いかんなとこがあんねんけどね、いかなあかんところがあるんやけど、なかなか行くのがなくてね、今月行くかな、悩んでんねんけど、やらんなんことは早くなしてしまわなあかんねんけども、ちょっとね、早めに行かなあかんとこがね、そこちょっと行って、ブラッとちょっと出ていこうか。せやな、今週、今週中か来週ぐらいにちょっと行ってこうかな。ねえ、で、買い物、お買い物は今日か明日でも行ってくる。でね、まあ早くね、食材だけ仕込んどいたらね、楽やし、もう2日分ぐらいはあんのよ。だから、ね、今週今日明日の分ぐらいはあるから、まあ明日ぐらいに行っときゃ OK やねんけどね。いいかいねって、ちょっとやら、何をしようかな。まあでもね、昨日からちょっと、昨日からじゃない、ここ数日ちょっとね、いろいろ、こう YouTube のおすすめに上がってくる動画がね、かなりこう、なんていうの、自分が今、ね、悩んでることに対しての答えになったりね、X もそうやねんけども、ちょっと見てたらね、今悩んでいることに対する答えみたいなのがあって、ああちょっと、確かにねっていうこともいっぱいあったりするんよね。で、昨日ちょっとね、昨日出したかな、何を言って出したか分からないなっていう、トーク動画的にね、
あの赤サムネピンクサムネみたいなんで幸せになるために、あ幸せになるために人をね、あの、うん、なんていうの、応援してくれてる人も傷つける人もやっぱりその全力で幸せになるところがやっぱりなんていうのかなを見て喜んでくれるし、攻撃してくる人は自分たちへその人への復讐になるんだよって話をしててんけどね、そういうことがね本当に人生大事なことやと思うね。でやっぱりくだらんことで攻撃してきたりね、やっぱ人にこうガチャ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 言うてくるっていうのは自分に自信がないから言うてくんだよ。思ったらね、もうあの自分で弱いんですって白旗あげてんのと一緒やねん。かっちゅうてその人を放置しとくとこっちっかがメンタルやられてくるしね。で結局やっぱり弱い犬ほどよく吠えるってよく言うたもんでね、本当にね、あの人間ね何を言うのが偉いんじゃないのよ、何を言わないのが偉いんよね。だから言わないっていうこと、人に本当にこのことを自分が言われたら本当嬉しいのかなと思う言葉じゃないと、他人を傷つける言葉を言ってね優位に立ちたい、自分はそこであのすごいんだよって自分で思いたいだけであって、周りの人間が見てもちろんね自分相手もそうやし、それを聞いてた人間もやし、あこの人素晴らしいなんて思ってくれへんねん、逆にちっさって思われるんよね。だから結局人に何を言うより何を言わない、余計なことを言わない、もちろん言わなあかんことは言わなあかんね、でも余計な一言二言が多いんや、逆に人をバカにして人を傷つけて自分がかっこいいと思い込んでる人っていう、それと人によって同じような態度、全ての人においてそういう攻撃的であるぐらい強い人間とかいのよ。だいたい自分が言える人間にしか言わない、ある一定の人にしか言わない、要は人によって態度を変える人間って一番ダメな人やねんね。やっぱり子供であろうが大人であろうが、自分より年上であろうが年下であろうが同じ対応する。だからって年上と下に偉そうにしてたらバカにされるし嫌われるってことは、人に優しくするって大事なことやね、うん、まあね、いろいろそうやって人を見て学ぶって大事なことやけど、あっちゃんもいろんな人見てきてね、やっぱいろんな人を見て見ることによってその人から学ばせてもらってる人間っていうのはやっぱりね、よくね、人間嫌われたらあかんってよく言うけど、嫌われたらあかんぞってお前嫌われてるよって言うんよね。あなたが嫌われてますから大体ね、自分にあるから、自分が嫌われてるの分かってるから人に嫌われることすんなよって言うんよね。大体そういうことに言う人って自分が嫌われてる。あっちゃんがね、20代ぐらいの頃にね、あの啓発セミナーで聞いた話なんだけど、あなたは私の鏡ですって言ってね、だいたい相手に見える、あ相手の人を見てああやこうやっていう言葉って自分に当てはまるんよね、本当に。だから人のことをバカにする人って自分で自分のことをバカにしてる、もうその通りやなって思うことがいっぱいあるわこの世の中。してくる人いっぱいおるよ、ね、人のことをバカにしてくる人がよっぽどあっちゃんってダメな人なんかなと思ってて、こんなこと言われるってことはそれだけダメなのできてへんねんなと思うんだけど、そうじゃないよね、そういうこと言ってくる人間自体ができてないんよね。なんでかっていうと、人のことをバカにする人って結構遠くから意識投げる人が多かったりするけど、実際面と向かってやる人ってほとんどおらへん。でもその人と会う機会があったり、その人の実情実在を知ってる人、それとかいい人やと思ってたら急に手のひら返した人って見てたら、やっぱりね、まあネットの関係でね、全然知らん会ったこともないような人にアンチコメントされて、相手の本性本心なんて分からへんって思うでしょ。でも実際
会ったことのある人が手のひら返しアンチになったりとかね、それとか本当に実在もいつもこう一緒にやっとったのに手のひら返したりとか急に態度変えてくる人とるけど、その人見てたら本当に素晴らしい人ってそんなことしてないんよ。だいたい人としてダメなやつほどそうやってくるんよね。それに気づいたからね、やっぱり人を傷つけることをする人って本当に弱いしダメな人なんやなってつくづく思うわ。ということで今日のあっちゃんとそれタイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。こんな話また、高サムネピンクサムネでするんで、よかったら見ていただければ嬉しいです。またね、バイバイ。